富田勲さんは昭和7年の生まれ、今年78歳です。大学在学中の昭和27年に作曲活動を始め、NHK の今日の料理や新日本紀行、花の生涯など大河ドラマのテーマ曲の作曲、そしてアニメジャングル大帝や映画黄昏清兵衛など、ラジオ、テレビ、映画の音楽を数多く作曲してこられました。昭和40年代後半からは、シンセサイザーを使った音楽作りを始め、月の光、惑星など、世界的ヒット曲を作曲されています。その後も、サラウンド音楽を駆使した大掛かりなコンサートを世界各地で開いたり、シンセサイザーとオーケストラの融合を目指したりと、音の魅力を追い求めています。では、作曲家の富田勲さんのお話、今日はその2回目。聞き手は徳田明アナウンサーです。徳田明アンカーです。富田さんの音の原体験というのは非常にお小さい頃だったようですね。そうですね。一家で北京に行ってましたんで、盧溝橋事件が昭和12年にありましたんでね、非常にあんまり良くない時期ではあったんですが、北京にいましてね。それで、親父が、医者だもんですから、向こうでなんか医学の研究があったのかもしれません。中国の漢方薬かなんかね。はい。で、とにかく忙しくしていたんですが、北京に天壇公園の開運壁、開運壁、開運、はい、音が回ると書くんですかね、はい、壁ですか、壁、いわゆる弓なりになった壁、そう、円形になった、あ、それでそこで非常に声がこう不思議な響きをする、で親父が向こうで僕の名前を呼ぶんですが、全然違う方向からそれがこう聞こえてくる、ね、その壁の前に立つと、木の内側の方ですかね、その場所にもよるんですが、それでなんか音の聞こえ方ということにまず興味を持って、だからその後やっぱりその音楽をやるようになっても純粋にそのこう譜面に書かれた音楽がこうきちっと演奏されるっていうことよりも、なんか一つ音響という見方を、今でもそうなんですけれども、してるんです、音楽に対して。音響ね、音の響きですね、響きなんですよ。だから、その音の響きになるものであれば、材料は何であってもいいという、その音源はね。はい。だから、プラネッツも、ああいう形の音になったわけですけどね。ロケットがバーッと宇宙に飛び上がっていくところの、その噴射音がある種ロマンを感じさせる何かを、で音階も何もないですよね、あそこは。だからシンサイザーなんかにこういち早く飛びついたのも、どうもその幼児体験がその音のその聞こえ方といいますかね、そういうところから今でもそれが抜けきれないでいるという感じですね。そして作曲、音楽に目覚めたといいますか、いわゆる作曲家の道にもうご目をお開きになったのが高校生ぐらいからですか。そうなんですよ。でそれまではね、その僕らの小学校時代っていうのは、西洋音楽は禁止ですから、聞いちゃいけない。自説、自局柄といいますか。そう、ドイツ、イタリーは同盟国だったんですね。ところがアメリカの音楽なんかも全然入ってこない。だからディズニーなんて知らなかったんですよ。だから、音楽っていうのを知らなかった世代ですね。それは戦争が終わってみたら、途端に、そうなんです。いろんな音楽が流れてきて。玉音放送ですね、天皇映画の。はい。その玉音放送があってから、急に空襲がなくなった、それでマッカーサーがパイプくわえて
飛行機のタラップを起きてくる新聞にね、はい、写真が出てきた、はい、その頃から進駐軍放送っていうのが特にジャズに傾倒した僕らの世代のね、うんうんはい、連中はもうやっぱり夢中になって聞いたんですね。 G.I. ブルースだとかセンチメンタルジャーニーだとか、はそういう、うん、今で言う、うん、まあポップスですね、そうでしょうね、若者の、うん、みんなそれを聞き惚れたんですよ、うん、そうですよ。だってそれまで軍歌だとか文部省省、まあ文部省省がいいものがありましたけれどもね、国民歌謡あんまりちょっとどうかなと思ったところに、うん、ああいう音楽が出てくれば、うんうん、誰でもびっくりしてしまう。それで僕はその中で、あの、20世紀の現代音楽に興味を持ったわけです。ストラヴィンスキーとかラベルも放送されたんですね。はい、それで、やっぱりその、オーケストラとか演奏とかっていうよりも、うん、そういう一つの音響、特に20世紀の現代音楽は、はい、あの、モーツァルトとかベートーベン、のようなオーケストレーションじゃなくて、ええ、それこそパレットで油絵絵の具をね、うん、こう塗りたくったような、はい、ラベルのダフニスとクロエなんかそうですよ、まさにね、ストラヴィンスキーの春の祭典もそうです、ええ、あれが聞こえてきた時にはもう本当になんか地の底から火が吹き出すみたいなね、うんうん、ものすごくエネルギーを感じたんですよ。やっぱそれは小さい時のあの音の響きからずっと同じ線上にある音に対、音響というものに対しての興味だったっていう。音響的に面白かったわけです。みんなはね、やっぱりモーツァルト、ベートーベン、ブラームスだとか、うん、バッハとかね、はい、そのクラシックは多いんだけど、うん、僕はね、どうやか20世紀の現代音楽。あ、それで、ね、もちろんドビュッシーもそうだし、それがシンサイザーをやるようになって、うん、結局自分で選曲したら全部その頃聴いた音楽なんですよ。あ、うん、だから、うん、自分だったらもっと違うやり方でこういう表現もしてみたいみたいな、うんうん、部分があったんですね。でももう本当に普通の高校生の頃から作曲を勉強されて、なんかあの譜面を買ってこられてそれをこう研究なさったようですね。あのオーケストラの譜面をこうバラバラにしてというか組み立てを勉強される。春の祭典をですね、ピアノ譜に書き換えたんですよ。オーケストラをピアノが譜面に、それでピアノ譜に直し、装飾的な音が非常に多いんですよね、うん、スラヴィンスキーの春の祭典は、はい、元 になる音をピアノ譜に直したらものすごく複雑なシンフォニーかと思ったら、単純なんですね、あれ単純ですよ、メロディーにしてもリズムにしてもね、うん、非常にね絢爛豪華に聞こえるわけですよ、春の祭典なんかはね、あれはもちろん、まあ、バレエ音楽のためにリアギレフの職手で作ったわけですけれども、だけれどもその元はっていうとね、割とスタミスキーはシンプルだってことは分かったんですよね。そして作曲の方に、あの移っていかれる。じゃあ、自分でも作ってみようっていうことになるわけですか。そうですね、まあ、ラベルなんかには随分系統しましたね。で、あの大学生の時にこれはあれですか、合唱コンクールの、あ、大学2年の時ですね、これはあの朝日新聞の全日本合唱連盟が課題曲を募集していた、その課題曲に応募したらそれがあの当選したわけです、それでまあ当時はね、その NHK もレコード会社もあのあんまりこう大掛かりではないって言いますかね、そういう時にあの例えばそのコンクールの時にまあ、顔を出すといいますか、来てくれる、その NHK やレコード会社の人たちっていうのは現場の人たちがそれ、ディレクター。ディレクターとか、それから、あの、コロンビアからは教育課長さんが来て、NHK からも、なんか、婦人の時間の担当者の方が
来ておられたような内幸町ってね、今のこの渋谷から考えた考えられない6階建てのサイコロみたいなビルの中で全てをやったわけですからね。あ、その合唱コンクールの課題曲1位になった時が大学2年生で、昭和27年、そうです、私が生まれた頃ですけれども、けしからん人いや、すみません社会です。その頃にもう大学生で、その、まあ、作曲家に第一歩を踏み出して、もう先生におなりになったわけですね。いや、まあ、まあ、NHK では、うん、夫人の時間の中の、2時間のワイド番組、ラジオの中の15分間が、はい、お話と音楽のコーナーっていうのがありまして、それが、そうですね、あまり広くないスタジオの隅で、朗読、まあ、当時、岩尾欽一郎さん、久米明さん、うん、なんか朗読をされてる、はい、その朗読に、うん、そのスタジオの隅っこの方で室内楽ですね、5、6人の編成のオーケストラで、うん、同時に音楽の方もやるという生放送で、そう、生読みしてる後ろで、うん、そのまま演奏するという、そうなんです。というのはテープっていうのがなかった、今テープに録音して流しますでしょ、はい、全部生演奏なんですよ。効果音も生。あ、馬が走る音っていうのは砂の上でお椀をね、はい、パカポカポカ、そう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 。あと大学2年の時だったですから、ね、まあ随分、まあ駆け出しの新米の作曲家を使ってくださったなと思うんですが、うん、もう本当にその伴奏音楽として富田さんが作曲して、ですぐスタジオで棒を振って、ね、当時は作曲者が棒を振るっていうのが通常でしたから、はい、で僕は自分で棒を振ったんですけれどもね、うん、それがですね、岩尾欽一郎さんが乗ってくると伸びるんですよ。ああ、リハーサルに伸びてきちゃうわけですね。そう、そう、音楽が足んなくなってくるわけね。あ、なるほど。この場面では何秒だからこの何秒で音楽を書いたのに、読みが伸びてしまうと、台本のね、一行が何秒っていうふうに計算したら7秒だったのかな、うん、ところがそれが10秒に伸びてくると音楽は早く終わっちゃうんですよ、はいはい、とどっか繰り返しなくちゃいけませんよね。あ、そうですよね。だって電波出てるんですよ、その時に当時わらばんしっていうのがありましてね、でクレヨンですよ、マジックなんていうのはまだないことですから、はい、でどこの小説かどの小説まで指揮をするのはやめても、オーケストラはどんどん演奏してますからね、はいはいはい、こう書いてね、こうやって見せるわけですよ。あ、どっからどこをクリカットとか繰り返しとか、はい、演奏してる人たちに、うん、そうそう、はい、演奏してる人たちは譜面を見ながらも上目でそれを読んで、分かったと、そうなんです、うん、そうやって、まあ、蝶面を合わせるわけですよね。すごいですね。いや、学生さんやりながら、そうそう、毎日ですね。毎日ね、NHK 買ってらした、そんな中で何かテーマ曲も依頼されたという。そうですね、これが今日の料理かな。今日の料理は昭和32年に誕生している曲なんですが、東京タワーができる1年前です。その頃になりますか。はい。まだ東京タワーがない頃ですね。これがまた今日の料理を、なんか打ち合わせをして、じゃあこういうコンセプトでこうやってああやってっていうんではなくて、ほとんど、なんか、いや、頼まれてすぐにお作りになってる。NHK ってその頃テーマ曲ってのはなかったんですよ。いきなり本題から始まるという。じゃあ、こんにちは。今日の料理の時間ですというふうに始まって。お昼のニュースですとかね。はいはい。で、それを、そのテーマ音楽を入れようと、またそのね、思いつきでそれを、上の方からそういう指令が来ると、どうしてもそれやらなくちゃいけないみたいな、結構そんなような雰囲気を感じました。その頃がね。はい。それで、劇場横丁っていうところは、内幸町の、その放送会館の中に。NHK の中に。で、そこは、なんていうかな、ドラマなんかをやる役者さん、あと声優さんだとか、そこで、使うその音楽を演奏する、その人たち、作曲者、ライター、4つぐらいの狭いスタジオが、はい、割と狭いスタジオがあって、はい、そこで、
待たされてる、その声優さんだとか、作曲者がライターですね、が、その外へ出たところ、ソファーが置いてあって、そこで世間話をするという、待たされてる間にね、という場所があったんです。それで、そういう緊急の場合に、とりあえずはディレクターがそこに飛んでくると。はい、そうすると、ライターがいて、作曲者がいて、声優さんがいれば、なんかまとまってしまうというね。あ、そういう便利な場所があったんですよ。とにかくあそこに行けばなんとかなると。そう。そこにたまたま僕は一人でいたんです。そしたら真っ青になって飛んできて、テーマ曲を作ってほしい。いつまで使うと。いや、実はそれは明日なんですって。それで、じゃあ、とにかく演奏する人たちを抑えなくちゃいけない。で、今この放送会館の中で、どっかのスタジオで演奏してる、その番組、それ調べてくださいって。そしたらちょうど3階の、その、公開放送をする、その割と広い、そのスタジオがあって、そこで、打楽器ばっかりの、打楽器を主体にした、生放送をやってると。で、それじゃあって言うんでね、それが終わった頃、上に上がってたんで、そしたところがマリンバが3人いて、それから、あとはリズム、それから、ウッドブロックと、からギターと、大体そこで編成を。あ、確認して。それで揃えて、とりあえずは、メンバーは揃った。音を出す。はい。それから屋上へ上がって、譜面書いて、まああれ簡単でいいんですよっていうような話だったんで、簡単に書いたつもりなんだ。それで、間に合っちゃった。その日のうちに。その日のうちに、その日のうちか次の日だったか、ちょっとその辺が記憶ははっきりしないんですが、とにかく戦争のような、多分その日のうちだったような気がする、ね。でも翌日の今日の料理の放送から、タンタカタカタカタンタンタンっていうのが、使えるようになって。じゃあ、あれはマリンバで演奏してるのは、で、トン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 って音が入ってて、あ、これはきっと生、まな板の音。まな板でね、包丁をこう、で、こう刻む音なんだなと思いましたけど、それはたまたまあの楽器があったから、そうなんです。それをふうに思いつかれた。だからあれがもしね、弦楽四重奏の演奏だったら、弦楽四重奏になったかもしれないですね。でも弦楽四重奏じゃ、あの番組面白くないんで、まあこれ運が良かったのかなと思ってね。じゃあたまたま楽器が目の前にあって、じゃあこれでこういう、でもやっぱり浮かぶもんですかね、そうやって、こう切羽詰まってくると。いや、なんかディレクターが、いや、簡単でいいんですよ、簡単で。で、短いですからね、なんとかやってくださいよ、みたいな話で。30秒ぐらいでいいんですよっていう。それ深刻な顔されて、これ永遠に長く使う曲なんで、ぜひ頑張ってくださいね、なんて言われるとですね、ちょっとなんか、こんぐらいある、たかもしれないですね、そんな急にはできませんよ、みたいな。もう50年以上使われてるわけですよね。そう、半世紀以上ですね。それ途中、何回か演奏はし直しているんです。そうするとメンバー書いてね。はい。だけどね、ああいうテーマ音楽っていうのはいじりようがないんですね。で、変わるとなんか、一般の人たちはなんか馴染みがなくなっちゃうんで、それを残して、こう、まあ多少は新しくはリズムなんかはなってはいるんですけれども、はい、メロディーはそのまま、メロディーはそのままですね。でもメロディーとしては半世紀以上ね、我々のいつも聞いてるわけですが、NHK のテーマというとやはり富田さんといえば何と言っても新日本紀行のテーマだろうと思うんですが、これもちょっとこれは後で大友直人さんの指揮で録音し直したもの、ね、なんですけれども、その新日本紀行のテーマをそれではここで聞きましょう。
ですが、昭和38年の録音なん、録音でますか、あの作曲だそうですけれども、なんていうのかな、あの、テレビの画面が浮かんできますよね。うん、いや、この頃はね、蒸気機関車が主役だったんですね、SL が。なるほど。だテーマにも、そういうような、あの、映像にもね、あの、最初の映像にもそうやって機関車がこう、走ってくるようなところありますものね。出だしはね、うん、あの、機関車の汽笛のイメージなんです。あの、ホルンが。はぁ、なるほど。そうか。新日本機構もあり、そして、大河ドラマも、いくつもお書きになってらっしゃる。そうですね、5回させていただいたんですが、その中では勝海舟が、うん、まあ、幕をかけたかなと、うん、まあ、自分では結構ね、あちこちで、あのオーケストラの演奏を、うん、あのコンサートで使われるんです。これがあの第1回の花の生涯も手掛けてらっしゃる、はい、これはまさか急に来てお願いしますって言われた。そうじゃないですね、いやでも花の生涯の時は、うん、もう、宇佐谷町のあの狭い放送会館の中に、テレビが入ってきたわけですよね。うん、今までラジオだったのに。だから、大編成の、演奏の録音っていうのは、その、スタジオがないわけですよ。昼間、3階のその広いスタジオというのは、公開放送にも使ってますから、それで深夜になるわけです、うんうん、テレビもあの頃は深夜に撮るっていうことも常識だったですね。今じゃ考えられない。真夜中で徹夜で撮っていく、で音楽もスタジオがないんですよ、うん、そうすると夜中の2時とかは空いてる、はい、あ、まあそうでしょうね。可能性があると、はいはいはい、それで夜中の1時半から明け方の5時まで録音っていうのが結構あったんですよ。それでそうするとオーケストラたちは終車で仕事に来るわけですよ。あ、終電に乗ってきて仕事が終わって始発で帰ってくる。そうですか、大変。で、あの頃はそういう仕事っていうのは常識でしたからね、うん、でそれに耐えられないとやっぱりこのメディアの仕事ができないというね、うん、時代でしたね。新しいメディアがこう始まって回転しだした時はそういうなんていうんですかね、こう、いろんなことでごった返したような、でその中で大河ドラマ花の生涯から始まって今お話のあった勝海舟が、これが昭和49年ですから、もう、ですね、大河ドラマとしてもかなり、これはもうあの渋谷の放送センターで、もうかなりゆったりとしたスタジオで録音ができた頃ですね。じゃあちょっとその大河ドラマの勝海舟のテーマ曲、昭和49年のものなんですが、途中までになるかもしれませんが聞いてみましょう。なかなか壮大な
イメージですね。そうですね、うん、やっぱり幕末の頃の、まあ、今の、坂本龍馬もそうですけれども、やっぱりああいうその若い、これには、まあ、福沢諭吉も乗ってたらしいんですけれども、官僚丸でアメリカという未知の国へ行くという、うん、青年の希望とか、うん、まあ、あの幕末の頃のその年代の人たちっていうのは、うん、やっぱり独特な何かあったと思いますね。まあ、日本の夜明けというか、はい、しかもその官僚丸には外国の人を乗ってたわけですね、うん、ちょっと詳しいこと忘れましたけれども、うん、それでその彼らはともう暦が違う日本と、で彼らはイギリスのグリニッジ天文台が時間の、うん、基準だというし、うん、勝海舟たちは京都だって言うんですよね、それが。なんか、その辺のやりとりが非常に面白かったなと思ってね。ああ、印象に残ってるんですよね。NHK の番組の、まあ、こうしたテーマをいくつかお書きになったんだけれども、それより少し、この勝海舟よりはだいぶ遡って、それこそあれですかね、新日本紀行の頃になりますが、実は手塚治虫さんと出会いがあったという。出会いというかね、あの人は自分で電話かけてくるんですよ。というとマネージャーを通さないで。それでいきなり、手塚治虫ですが、ってうちに電話かかってきて。まあ、あの頃は電話連絡っていうのは常識だったですからね。今みたいにメールもないし、ファックスもないし。あ、まあ、そうですよね。ね、うん、電話 で, それで。直接ご本人が電話される。そうなんです。うん、で、その、カラー、初めての、テレビアニメのカラー、はい、やりたいんで、うん、でしかもそのディズニーに匹敵する、うん、その壮大な ものをやりたいと、それで、まあ、一度打ち合わせに来てほしいっていうようなことでね、うん、それで、手塚さんのいる虫プロダクションに打ち合わせに行ったんですよね、まあ手塚さん自身がピアノを弾き出しちゃってね、もうピアノを弾きになれるんですね。いや、うん、まあとにかく弾いちゃったんです、それでチャイコフスキーのシンフォニーをね、パーラーラーラーって、うん、この雄大さをね、うん、富澤が表現してほしいって、そのうちにそのレコード、最初はレコードを聴かせてくれたんです、うん、そのうちに弾き出しちゃったんですよね。ああ、もう乗ってきて、そう、こうしてよっていう。だからあのジャングル大帝の元はあのシンフォニーが、うん、その元なんだけれども、すごく手塚さんはそのジャングル大帝のメロディーに対して気にしてて、うん、でどうなりましたかなんて電話がかかってくるわけね。それね、あの人昼夜ないんですよ、でたまたまね夜中の2時かなんかに手塚さんかかってきて、その趣旨みたいな話を僕にする、でどうなってるかが気になるから電話でいいから聞かせてくれとかね、それで、たまたま僕の起きてる時ならいいんだけれども、留守電話のない頃なんですよ。そうですよね。それで夜中に哲学さん書いてて、それでふっとああいうのは思いついて、思いついた時に書けないと忘れちゃうかもしれないって思うんですかね、それで僕のところの電話、ダイヤルして、そうすると呼び出すでしょ、するとね、もう手塚さんのあの作業場が目に見えるんですよ、っていうのはその受話器を横に置いて、とプープーって聞こえるじゃないですか、それで相手が出るまでまた別な絵を描いてるというね。呼び出し音の間仕事してらっしゃるわけだ。その様子がわかるんですよ、あれ迷惑でね本当にね、いや、起きてる時もあるけれども、今寝たばっかりっていう時もあるんですよ。こっちも徹夜をしててね。いや、あれには参りましたね。でも相当こだわりがあったようですね、手塚さんは。ありました。ありました。それで、あの、ジャングル大帝の出だしの、たらららあれ、オクターブと一音、跳躍してるんですよ。で、僕は、その、レオの雄たけびのつもりで、そういうメロディーの
あの始まり出だしがね、はい、その形にしたんだけれども、はい、そのねオクターブ以上一番最初に跳躍する、うん、そんなメロディーは世界中にないって、モーツァルトのオペラにもないって言うんですよね、いやこれ歌えないですよ、うん、あのね奇想天外な発想をするあの手塚さんにしては、極めて常識的なところがある方で、それでね、うん、僕はこれが一つの特徴になると思ってたんだけれども、うん、最後までこだわってましたね。あ、じゃあなかなか手塚さんとしてはこうゴーサインと言いますか、 OK を出さなかった。そう、あ、うん、かといってやめてくれとはおっしゃらなかったんですけれども、うんうんうん、とにかくこんな1オクターブ以上出だしで跳躍するメロディーはないの繰り返しだったんですね、うんうん、だけども放送日はだんだん近づいてくるでしょ、はい、で僕はもう、まあ、考えてはみますけれども、っていう返事をする以外ないんですよ、そうするとしばらく経ってその後どうなりますかって、はい、いやー、で結局ケツカッチンでどこにももうこれ以外のメロディーは思いつかなかったですで、ね、じゃあ富田さんとしてやっぱりこう動かせないとね、あの曲はもう、でもね、あの情熱にはねやっぱりなんかしなくちゃいけないなと思って考えてはいたんですがね、うん、やっぱり考えつかなかったんですよ。あ、で結局手塚さんもじゃあ仕方がないなという、いや何も言わなくなっちゃったんですよ。あ、そうですか。だから放送がになるまではものすごく気になってたんでしょうね。うん、でも結局放送してみたら世に出てみれば非常に評判が良かった。いや、それで、うん、いやあの時はやっぱり僕は間違ってたよの一言はあって叱るべきかなと思ったんだけど、はい、ないんですよ何にも。そのままになってしまって。でもね、うん、僕はそのジャングル大帝の公共誌を描いた時には、はい、手塚さんが一週間割いてそのための絵を描いてくれたんですよね。あのジャケットを、ジャケットとそれから中の16枚の絵をストーリーに沿って、だから手塚さんとしては気に入ってくれたんだなと思って、かなりの力作の絵ですよ、うん、この中にありますが、あの忙しい手塚さんが一週間割いて、じゃあやっぱりそのジャングル大帝のオープニングはお気に召したんじゃないですかね。いや、まあ、それも、うん、なかなか言いにくかったんじゃないかと思いますけれども、うん、それを書いてくれたということはやっぱり気に入ってくれたんだなと、うん、僕は思ってるんですが、それで陣中見舞いに行ったんですけれどもね、はい、手塚さん夜中も書いてるっていうから、そうしたらね、もうこう作業あのこの床の上でドタンと寝ちゃってるんですよ、うん、手塚さんが、まあそこでうたた寝をしてるんですね、うん、ところがその横にその原画の絵の描きかけが置いてあるんですよ、はい、そうしたらなんか眠ってるのか起きてるのか筆がこう動いてるんですよ、それがあのレオが嵐の日に海に飛び込むところの波のしぶきのところ、うん、半分眠りながら描いてるんです。もう床にこう伏したまま描いてらっしゃる。ええ、その絵がありますけれどもね、この中に。いやー、なんかすごい人ですね。まあとにかく。まあ、陣中見舞いに、まあ、行ったつもりがあまり話もできなくて、うん、そそくさと帰ってきたんですよね。結構その姿にショックをお受けになって。じゃあ、ちょっとここでその、今の1オクターブ以上も音が上がるという、ジャングル大帝のオープニングテーマを聞きましょう。はい、
またこれを聞いて、ああ懐かしいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これを昨年ですか、子供のための交響詩ジャングル大帝ということで、はい、うん、今度はナレーションをこう入れて、そうですね、作り直された、はい、これは綾戸千恵さんがナレーションしてくれたんですけれども、ピアニストのね、そうですね、それでこれはプロコフィエフのペーターと狼のように、はい、楽器のこの解説も、うん、つまりその各楽器にこう役目を持たして、それで一つのシンフォニーにしたわけです、はい、だから子供たちにはまあその手塚さんのそのストーリーを追いながら、まあこのシンフォニーを聴きながら、うん、その楽器にも興味を持てるというような、うん、構成をしましたけどもね、うん、でその譜面を書き直すにあたって、なんか元の譜面がお手元になかったみたいで。これはね、まあ当時ね、スコアを非常に大きいですから、コピーする装置っていうのがなかったんですね。今のように。コピー機がなかったんで、それでオリジナルの譜面を持って、まあ、いろんなコンサートをしてたんだけれども、ある日その担当者がうっかりして、なんかなくしちゃったわけですよ。あら。じゃあもうお手元に原版がない。今だったら多分パソコンに入れられるんですけれども、うん、そういうわけにいかない。原譜がない。ということで。で、コンサートができなかったわけですよ。それで、うん、まあ、今回、やっぱり、これは僕としても楽譜にして残しておきたいと思って、うん、それで去年書き直したわけです。それはご自分の演奏を聴いて、そうです。お書きになった。そうです。そうですか。という、富田さんでいらっしゃいますが、これから、まだまだ、シンセサイザーを使って、まあ今までもサラウンドもやってらしたし、いろいろな大きなコンサートもやってらっしゃるんだけれども、これからあとは構想といいますか。そうですね。夢は。一番最初にやりました、シンセサイザーのアルバム、これを、やはり今の、その、デジタル技術で、サラウンドのもっと完璧な形にしたいと思っています。まあ、それと、やはり源氏はそのオーケストラを主体で、その源氏物語、はい、幻想交響絵巻ですけれどもね、はい、これの方も、まあ、近々、その、サラウンドのレコードとして出すつもりです。それと、やはり、宮沢賢治の不思議な世界。うん、これはね、まあ、源氏物語も誰がどこでどうしたっていうような書き方をシンフォニーの中ではしてないんです。これはシエラザードと同じで、まあ、特にシエラザードは、これはどこでどうしたっていう、うん、その、タイトル入ってませんけれども、はい、でも聞けば、アラビアンナイトの話だってことわかりますよね、うん、はい。それと同じように、まあ、源氏の方は、まあ、やや具体的にはなってるんですけれども、うん、宮沢賢治のその世界をですね、うん、イーハトーブの、何かそういう形のセルフ記号詩だとか、ええ、銀河鉄道とか、ええ、それから雨にも負けずですね、うん、あの辺をこう交えた合唱入りのシンフォニーを書いてみたいなと思うんですが、うん、まあスコアを書くっていうのは大変な作業なんで、できるかどうかなんですがね。でもその時も源氏物語のようにオーケストラと、それからシンセサイザーではなければできない音をこう融合して、イヤートーブの世界をサラウンドで作るという。そうですね。今、これからやりたいことの一つとしてそれがあるんですが、そうそう、90歳ぐらいになっちゃうな。あと、あと10年と少し。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。また素晴らしい。音響、音イコール、音楽イコール音響っておっしゃったけれども、素晴らしい音の響きを聞かせていただきたいと思います。はい、どうも2日間ありがとうございました。ありがとうございました。